はい、こんにちは、音楽家でギタリストの竹下敦です。ちょっと声の方聞き取りにくいと思うのでマスクを外させていただきますね。こんなご時世でね、梅雨の方も、来週ぐらいには明けるのかな、もうちょっと先ですかね。本日お話しするのはね、お茶の水での楽しみ方、これをお話ししたいと思います。まずお茶の水では信号を守ってください。徒歩でね、歩くとき、徒歩で歩いていても信号無視をお巡りさんに咎められ、そして、何らかの罰則金がこれは加えられます。私実際にその場面を見ました。常にね、私歩いているときでも信号を守るんですよ。お茶の水ね、私は神保町の方から電車で、黒沢崎さんの方に向かうんですが、途中信号があるんですよ。それをね、無視している方何人かいらっしゃったんですね。でその先でいつもおまわりさんが見てらっしゃって、まあおまわりさんとしてはね、歩行者の安全を守るために取り締まりをしているわけですが、ちょっとその信号無視というのはいかがなものかなと思っていたんですが、やはり止められてまして、でなぜ自分ばっかりね、止められるんだと、みんな信号無視してるじゃないかっていうふうにおっしゃってたんですよ。このみんなというのはね、明らかに間違っていますね。少なくても私は信号無視はしませんし、多くの歩行者は信号無視をしていないんですよ。だからみんなというのはね、ちょっとこれはその方のね失言だったんじゃないかなと私は思います。多くの方はね、お茶の水方面からずっと坂を下ってくる形でね、下倉楽器さん、などを、ずっと坂を下ってくると思うんですが、ある意味今お茶の水というのはね、観光地のようにもなりつつあります。なので私は混雑を避けるために神保町の方から、黒沢楽器ドクターサウンドさん、そしてね、お迎えにある、神田卵保険、そしてカロリー亭でお食事をして、あまりお茶の水の駅の方まで行かないんですよ。ちょっとこうざわざわした感じがあってね、私にはあまり合わないので。なのでお茶の水からね、いらっしゃった方、ぜひともね、信号だけは守ってください。あんなところでね、事故なんて起こしたらね、それこそせっかくのね、楽しい音楽楽器をね探しに来たのに台無しになってしまいますので、ぜひね信号は守ってください。そんなわけでね、今回お話ししたのは、お茶の水での歩き方、車でいらっしゃる方ほとんどいらっしゃらないと思うんでね、ぜひお茶の水をエンジョイしてください。楽しい街です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。